ここですね、ここ。取った後からフォーカスを自由に変えられる。取った後からフォーカスを自由に変えられる。パナソニックからルミックスの GX7 というのが出ました。はい、というわけですね。時代ですね。一発勝負であったフィルム時代の流れでここまで、進化しました。撮影を楽しむ、撮った後から楽しむという時代になりました。失敗できないイベントごとでも修正ができる、素晴らしいですよね。これファミリーにはぴったりな機能が搭載されている、そんな機種だなって思いました。ゆっくり移動しながら撮るということで、1秒のうちに30コマいろんなピントで合わせて撮ってくれる、写真に保険がかけられるっていうことなんですよ。撮ってあげなきゃっていう気持ちで撮られている方も多いと思う。そこで失敗が許されないとなると、やっぱりこういう機能っていうのは本当にうってつけだと思います。もう一つの視点でものを言うと、写真家向けではないかなっていうふうに思います。私がなんで写真家向きではないと感じるかっていうのは、撮った後に補正することもあるんですけども、やっぱり撮影自体を楽しんでる方がほとんどで、撮った後からあの保険を使うことをためらう方も多いと思うんです。ちょっとやっぱそういう面では写真愛好家、写真家の視点からはちょっとずれた機能ではあるなというふうに私は思います。撮影もいろんな楽しみ方があるんですけど、やっぱカメラ機能っていうのはとても多彩で、多重露出っていう機能がついてたり、まあ面白い遊べる機能もあるわけですよ。撮影時を楽しみたいのか、撮影後を楽しみたいのかで目的がね、全然違うと思う。撮影を楽しむのか、撮影した後加工を楽しむのかって、いろんな表現もできるし、楽しみ方もいろいろあると思うんですけども、その時を楽しむ、その撮影する設定の時間から楽しむ、元祖楽しみ方っていうんですかね、っていうのはまあ確かに、こだわりにこだわってちょっとね時間かかっちゃったりとかして、もしかしたらシャッターチャンスを逃すこともあるかもしれないっていう緊張感もあるんですね。まあそれが醍醐味なんですけども、一昔遡るとこれがフィルム時代になるわけじゃないですか。フィルムとなるともっと難しい世界になると思うんです、一発勝負で。でその世代っていうのはだんだん数が減ってきてるんですけども、でまあ、だんだん進化して今この世代になってるじゃないですか。デジタルブームといいますか、で写真の楽しみ方も変わってきている。その中で一番自分が何を楽しみたいのかっていうことですよね。撮影を楽しみたい、加工を楽しみたい、表現を楽しみたい、 SNS を楽しみたいとかいろいろあると思うんですね。撮った後に変えられるっていうのはやっぱりフォトショップもそうですね。でもピンキリなんですよ。カメラについてる補正ソフトついてくるじゃないですか。あれも一応ソフトですよね。で、できる範囲が違うじゃないですか。で、フォトショップとなると、まあ、仕事で使う方もいらっしゃいますし、ものすごいことができるわけですよ。で、まあ例えなんですけども、こういうことを、こういう、まあ、よくある絵です。これ、お山があります。まあ、ここは何でもいいんですけども、空があるんですよね。で、ここだけを指定して色が変えれる、明るさが変えれる、トーンが変えれる、そういう機能もあるんです、Photoshop には。ちょっと点々で変えてみました。で、これが指定範囲。ここですね。指定範囲で指定して色を変えたりトーン変えたり明るさ変えたりいろいろできるんですね。はい、これも一つの表現ですよね。で、いろんな被写体の仕方があるんですよ。被写体そのもので勝負する、被写体で表現をするやり方で、今みたいにその撮った後から選択範囲で指定してもうガラッと印象を変えちゃうっていうですね。
でもよく考えてみてください。これってすごいことなんですよ。ここのねバックの背景の色を変えるとなると、この写真が持つ意味っていうのが全く変わるわけですよね。インパクトのある写真にはなると思いますよ。かっこいい写真にもなると思いますよ。これやっぱりね、写真家としてどうかなっていう方が多いと思います。こういう撮った後でフォトショップでこのようなね、こういう加工の仕方っていうのは時代の流れに沿っていろいろできるようになってきてるんですけど、 SNS 投稿したりする面にはいいと思います。前ニカの展示会行った時に写真の中で月が入ってました。大きな月が。で、写真の中のその写真の中では脇役として月があったんですけども、その月が、まあ、よくある写真でススキがあって月があるというそういう写真で、その写真を見て先生がこの月はもしかしたら持ってきてあるかもしれないね、合成かもしれないという作品がありました。はい、入選です。思うわけですよ。そのコンテストなんか賞金がかかったらもちろん隠蔽とかもあると思うんで、みんな一生懸命撮ってらっしゃいますから、その応募規約もジャンル分けするとか、これからの時代はどのようなソフトを使ってどこを補正してあるとか、そういう細やかな詳細も記載するべきじゃないかなと思ってます。これだけ表現の幅が広がったんだから、今まで通りではちょっと問題が発生するんじゃないかなって思うんですよ。そんな甘くない世界だと思ってます。コンテストにあたってだいぶなあなあになってきてると思うんですよ。まあ何でもありってどうなのかなって、しっかり区別するとこは区別する、賞金がかかってくると特に、加工してるのに加工してないっておっしゃったり、そういう方も出てくると思うんで、その辺もね見極める力っていうのも必要になってくるんじゃないかなって思ってます。今の写真業界でも若い世代20、30で入ってきてるじゃないですか。いろんな方が、いろんなタイプが。で、残ってる写真業界の方ってやっぱ年配の方が多いと思うんですよ。で、年配の方がどれだけその今の時代に合わせられるのか、どれだけ今の時代を知っているのか、見極められるのか、見抜けるのか、そういったことをっていうのも求められるんじゃないかなって思ってます。演出力ってすごいと思うんです。演出力の凄さ、月ってすごい力ありますよ。演出力その一つがあるかないかでものすごいんですよ。で、この件に関してもそう思うんです。私、背景ってすごい力持ってると思うんです。しかもこういう構図になると引き締まるとか引き締まりがないとかなんで、これからの時代ね、ちょっとコンテストでも締めるとこは締めて、みんなが撮影を楽しめる、表現を楽しめるね、そういう業界になったらいいなって、思ってます。はい、というわけでですね、カメラもね進化してるっていう話から、さまざまな表現法、表現が広がっていく中でジャンル分け、補正を見極める力も、まあ、必要になってくるんじゃないかなっていうような、そういうお話をしてみました。はい、では締めたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。シェアしてね。